向井ワンダーランドです。今日は米に合う車を探せってことでどの車で米を食うのが一番うまいのか、うん、今日検証します。大抵何してんのこれ。じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、あげ選んでる。うん、ハイエース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 。まあまあちょっと重いね。ずっしりくるいやでかいからずっしりくるね。米に合わんことはないんだけど、ただそのまあ1個ぐらいでいいかなっていう、メンチカツ的な感じ。3個も4個もいらないか、うん、そうそうそう、なるほどね。ポルシェどれどれ、あ、うまっポルシェで食ったらうまっ。エルグランド、どう。あー2段階ある味が。フィット、フィット、フィット、あーうまいねうまい、米にフィット、米にフィットする。いいね、ちっちゃいけどうまい。あ、明太子とかなんかあるじゃん、味の濃いちっちゃいやつ。あ、ちっちゃいけどうまいわ。 Nボックス、プリウス、はいはい、プリウスは、お、すげえ進んでない、あ、すげえ進んでえ、すげえ進んで、ちょっと待って、部活動みたいな、うまっなんていう、あ、いい意味でオーソドックスな味だから、その、あ、もうカレー、カレーみたいな、カレーかけてる感じ、ご飯にうまっ、ちょっともう米粒みたいやしねシエンタ、あ、来てくれた。え、あれ、うーん、なんだ、なんだろう、ちょっと味が薄いのかな、実用的な車だけ、うん、いい意味でちょっと目立たない感じの、あ、うん、冷ややっことか、あ、お酒とかに合うかも、はいはいはい、え、今視聴者さんじゃない、視聴者さんやね、向かいっつったな視聴者さんの車でどう、嬉しい、嬉しいえ、おう、おう、俺これ好きなんや、いやいや、ちょっと違うだろそれ、ナイス、ナイスかけてんそれ、え、じゃあこういうチリメン山椒ってやつ、いやダメだろそれ、これかけたら美味しい、まあ飽きてんじゃん、いやいや、飽きてるとかじゃなく、米だけの味 しかしてねえんじゃねえの、いやいや、これでも合うから、ほらどんな車でも、いやいや、こんなだって、こんな、お前、お前何がこんなダメだろ、おい、本気ないよチリメン、プロボックス、プロボックス、あれ、うまい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 、な、どんな味、チリメン、ふざけんなよお前、おお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 うん、好きやね俺これ、なにこれ、これイワシのやつ、イワシのかば焼きみたいなやつ、うん、
何してんの。いや車、うん、美味しい。何を何で食ってんだ今ねえ。ん、アルファード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 、いやいや、おい、アルファード来てる、アルファードいる、アルファードいる、アルファードいるよ。いや、うますぎるって何味。イワシの、イワシの味じゃないよ。見てね、関係ねえじゃん。おいおいおいでもやっぱね、うん、一番美味しかったのが、うん、あのイワシのかば焼きと食べたやつ。イワシじゃねえかよ。白い米と車の組み合わせだけで言って、あーでもそれで言うと、うん、N ボックスかな。 N ボックスが一番良かったなんか本当美味しい、ちっちゃいなんか食ってるような高菜とか気の利いた明太子とか、その日本のおかずを食べてるみたいな。でちょっとでいいの、うまかった。 N ボックス持ってる方マジで N ボックス見ながら毎晩食べたら多分もうそれだけでいいと思う。栄養不足になるんだろ、うん、そんなの。